配信ができて、配信ができているらしい。らしい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 。よし。というわけ、ちょ、水を。よし。配信ができておりますね。よし。というわけで、本日もゆるっとやっていきます。で、昨日、空気清浄機を買ったとか言って、開封の儀をしてたんですけど、引き続き、調子がよく、ずっと青色 LED のまま、空気がきれいですよってマイクのまま、24時間運転中なんですけど、昨日ね、布団をね、僕いつも布団敷布団敷いて押し入れに戻してっていう風にいつも寝る時やってるんですけど、布団をね、出した時にね、急にね、空気清浄機がめちゃめちゃ激しく動き出して、なんかグワーとかって言い出して、で、空気のきれいマークもね、黄色とか赤になって、汚いですよとかってなって、多分あれですね、埃立ったんでしょうね。いきなり動き出して、すごいびっくりしました。そんな動きで反応するのかと思って。あとはなんかずっとなんか静かにずっと回してで、こで、あのすぐすぐ自分の今の近くに置いてるんですけど、真ん中とかに置いた方が本当はいいんでしょうね、こういうのね、空気清浄機ってね。だからちょっとね、微妙な気がしてるんですけど、正直言って。は、部屋の端に置くよか真ん中に置いた方がなんか効果が高そうだななんて思ってるんですけどね。多分そうですよね。本日もゆるっとやっていくぜ。というわけで、本日もゆるっと、ちょっとね、ここ数日楽譜作ってなかったんで、これちょっと継続したいと思います。楽譜作り、どこまでいったかな。まあ、テキスト作りね。このテキストある程度そろそろ終盤を迎えたいところでございます。まあ、143ぐらいまでいってるんだ。本当？そんないってた？数字変わってない？変わってますね。141ぐらいのはず。142。142ぐらいなので142に修正。よし。というわけで、無事。で、次のね、これね、ちょっとね、どうしようかな。あとは、コードを、あとはね、珍しいコードをどうするかなんですよね。そんな、あとは、だいたい、出やすいコードはもう全部やっちゃってるんで、ジャズスタンダードで。
まあ、全くやらないよねっていうコードはもう下の方に置いちゃって、 A シャープ系はもうほとんどやんないね。A シャープ系見たことがないもんな。G シャープとかもね、G シャープもないだろうね。うん、D シャープとか G シャープはないから、この辺はほぼやることは、なんかただ難しくなる、難しいゲームみたいな感じになっちゃって、あんまり面白くないよね。A シャープマイナーセブンとかもね、まあほぼ出ないね。3和音で G シャープ、D シャープはね、若干出るかもしれないけど。まあ、A シャープマイナーとかね。3和音では出るかもしれないけどな。D シャープマイナーセブンとかね、キー変えないと出てこないですよね。サスフォーとかね、ちょっとまああるっちゃあるけど、あるっちゃあるけどみたいな。ちょっとね、空気清浄機の位置どうしようかな。本当にね、今ちょっとね悩んでおりますね。空気清浄機の位置をどの辺にしようっていうの、いい場所ないかなみたいな。そうだ。どれぐらいなんだろうな。まあ、40センチのちょっとあれか。42ぐらい欲しい。ちっちゃい畳ないかな。そんな都合よくないかな。そんなないかな。あ、ダメだ、高い。ちょっとコードのやつ、ここからどうしていくかあんまり決まってないんだよね。あとはキー変えて使っていくしかないかな。あんまりないんですよね。使われてて使いやすそうなやつが。見当たらないんですよね。あ、それで今日のテーマは、水野秀子さんの白いトロイカを読みましたっていう。で、白いトロイカってもうなんかね、何年の70年ぐらい前後ぐらい、
すごいね、古い漫画なんですよね。これ発売されたのいつだったかな、60年代後半ぐらいから多分連載が開始されてるやつとかで、すごい古いんですよね、そもそも。ね、これね、何年に発売されてるんだろう。情報がね、出てこないですね。あ、1965年本当かよ。1965年のになんか書かれてた漫画らしいです。で、全2巻しかないんで、短いんですけど、少女漫画の先駆けみたいな人ですよね。女性漫画家の、この人が女性漫画家として初めてというか、書き始めてバシバシやっていくようになったみたいな。多分みんなこの人に影響を受けてるはずですよね、少女漫画家は。で、読んだんですけど、歴史漫画なんですよね。ロシアの、なんだっけ、18世紀後半から19世紀ぐらいまでのなんか話なんですよね。ロシアのなんかその本当に実在した皇帝になんかこう革命を起こしてその皇帝をやっつけるみたいな歴史話を書いてるんですよね、白いトロイカって。で、皇帝に反逆して追われて殺された子供が拾われて、その子供がまた大きくなって百姓に拾われたんだけれども、だん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 なんか音楽を歌うっていう夢の中でまた貴族に近づいていって、で貴族に近づいていった中でそういう革命を起こそうとしている人たちに縁があって助けてもらったりして、でそういう中に巻き込まれていって、で皇帝にもなんかその歌が素晴らしいって言って目をかけてもらうようになったけど、実は皇帝は寂しい人だったっていうのを知って、お互いが戦うことをなんかちょっとやめてほしいみたいな感じに、その革命の中に間挟みになって、まあ、苦悩するようなそんな、話になってるんですけど、なかなか面白かったんですよね、ちょっと読んで。でね、話自体はまあ昔のそれこそ60年代の漫画なんで、その小回りとかはすごくシンプルなんですよね、表現とかって。やっぱり今って1ページ抜いてバーンって書いたりして演出がすごいんですけど、当時はそんなのがあんまなかったんで、とはいえなんか普通にまとまって普通に読める、なんかね、感覚的には小説を丁寧に漫画にした感じで、すごく読みやすいかなって感じ。小説ちょっと苦手かもっていう人は、ああいうような漫画の書き方されると読みやすい。あれに近いですよね、最近よくある、最近っていうか Amazon、 あ、じゃあ Kindle Unlimited でも結構読めるんですけど、無料で。歴史漫画とかって結構ああいう感じで淡々と書かれてるんですよね。だから読みやすいんですよね、過剰な演出とかがないんで。なんかこう事実を淡々としっかり描いていくみたいなことをやってる漫画とかが結構あったりするんですけど、読みやすいんですよね、ああいう感じで。戦いのシーンとかはね、ちょっと頑張ったりすることあるかもしれないですけど、そういう漫画でも。だからなんかね、ちょっとね、小説を丁寧に漫画にしたような感じの書き方してて、なんか読みやすいって感じですね。だから過剰な演出ないんですよね、人が刺されるシーンとかでもものすごくもう画面撮ってバーって劇的なシーンにするとか、そんなんとかはあんまりないんですけど、ちっちゃいコマでポンポンポンと進んでいくんですけど、でも話がなんかねすごい入り組んでて面白いんですよね。なんか小説で読んでも面白いだろうなとか言って思ったぐらい、白いトロイカ普通に面白かった。ロシアのね、今ロシアがちょっと話題ですけど、話題っていうかあんまりいい話題じゃないですけど、たまたまロシアの話でびっくりしました。そういうお話だったんですよね。ちょっと面白かったっすね、なんか。で、全2巻しかないんですけど、電子版がありまして、3巻分で販売されてるんですよね。で、なんか、困ったことに、古い漫画なんで、やっぱりその人気、なんかその、今、こう電子漫画
アプリ系って言ったら LINE 漫画とか、まあ、Kindle とかなんですけど、やっぱりよく使うのって LINE 漫画が一番シェア高いんだったかな、漫画とかだと日本だと、なんですけど、そういうのにはね、実はなんか電子が配信されてなくて、困ったことに有名なやつだと配信されてなくて、なんかそういうね古い漫画ばっか復刻して電子出してるようなあのやつがあるんですよ。そこのあのやつを買いました。でなんか初回ボーナスみたいな感じで、あの500円割引ぐらいで買えたんで800円ぐらいで買いましたかね、電子版で。アプリで読むんじゃなくてブラウザで読むんで、多分あれインターネットに接続してないと読めないんだと思うんですけど、でもなんか古い漫画がたくさんあるんで、あれ助かる、確かりますよね。あの古い漫画があんまり出てないんで、でその白いトロイカを紙の本で買おうとすると1冊2000円とか3000円するんじゃないですかね。すごかったら1万円近くするんですよね、今中古で出てるようなやつを探すと。多分数も少ないのか、めちゃめちゃプレミアム価格になってますね。高いんですよね。だからこれ電子版の方がいいやと思って電子版で読みました。3冊なんか割引つくんで800円で買いました。820円とかだったかな。で他にもいくつかなんか水野さんの作品読もうかなとかって思ってるんですけど、あのそこにはやっぱ古いやつ全部出てるんで、有名なやつファイヤーとかね出てるんで、星のなんとかってやつも出てるんで、ちょっと他のも読んでみようかな。割引 50% 割引とかのなんか権利があるっぽいんで、ちょっと買おうかななんて思ってますけど、今の漫画とのやっぱ違いはすごくありますけど、なんか今でもまあ読めるなっていう、逆に今の漫画ってあそこからすごい進化したんだなって感じがしますね。まあ女性漫画も、女性漫画もたまに見ますもんね。あの「のだめカンタービレ」ってそもそも女性漫画だし、「ちはやふる」最近終わりましたけど、あの百人一首の、高校生の百人一首のあれも、ちはやふるもあれですもんね、あの元々はあの少女漫画ですよね。あれ僕ね買った記憶があるんですよね、ちはやふる。今なんか40巻ぐらいまで出てるんですよね。僕ちはやふるね映画も見に行ったんですよね。面白かったな。なんか広瀬すずかなんかが確か主演とかしてたような気がします。さてさて、キーどうするかな、移調するかな。あ、一応あった。ちょっとやりにくいな。まあこうしよっか。あ、Aフラットサスってやってたっけ？やってますね。これちょっと出てくるから、これいけるから。ここに入れちゃいましょう。はいはい。今ちょっとね使えるやつを探した。よし、あーダメださあしまった。 A フラットサスここに入ってるのか、ちょっとめんどくさいな。
まあ大丈夫か大丈夫か。Aフラットを指すがないんでね。まあいっか、これで弾こう。ちょっと長くなりそうだけど。よし。というわけで白いトロイカを、少女漫画の草分け的な人らしいっすよ。どこにいるでもやっぱそういう人っているんですね。逆に言えば1965年とかの漫画らしいっていうことは、その時代にその女性が今と違って漫画家を目指すとかっていうと、何かといろいろ大変だったかもしれないですよね。なんかね、時代背景とかをなんか考えてみると今の価値観と全く違ったりしますもんね。それ考えると今って随分生きやすいですよね。だいぶ生きやすくなったなとかって思って。今は好きなことが何でもできるんで、あの現在地点がやっぱり一番幸せですよね。特に何も気にすることなく。だからあんまり戦争とか起こってほしくないですよね。ちょっとドギマキしますよね。どうなるんですかね、ウクライナ問題。あれ結局なんか特に戦争を仕掛けた側に対して戦争を仕掛けた側に対してあんまりデメリットがなかったりするのって良くないと思うんですよね。きちんと戦争を仕掛けた側に対して国際社会がデメリットを与えないとあんまり良くないですよね。これ普通に多分そのままウクライナの首都キエフの方まで到達するんでしょうけど、なんでなんか軍事政権的なのがロシアが政権掌握してよいしょとはなりそうですけどね。それになっちゃうとだからやっちゃったもん勝ちになるんであんまり良くないですよね。適切にデメリットが出るようにやらないと抑止力にはなんないような気がするんですよね。さあどうなるんでしょうか。だからパチパチ言っちゃうんですけど、多分音出てますよね。パチパチって鳴ってますよね。パチパチってなんかね、急にパチパチって鳴るようになった。よく考えたら空気清浄機をつけたぐらいからパチパチ鳴るようになった。この辺埃が集まるようになっちゃったかな。
気をつけねばいけませんね。だんだん難しくなってますね。たたたたタタタタンタタタタンタタン、これちょっと難しいね。本当は F マイナーのオーギュメントをここで使いたいところですけどね。ちょっともったいない気もするけど。パチッとってやっぱしてるんだよな、これ多分ね、空気清浄機を置いたからの感じがするんですよね。集まってんじゃないかな。パチパチ言うようになって治らないですね。空気清浄機の置く位置をちょっと検討したい。検討したいですね。言っちゃうな。ちょっと話してみようかな。ちょっとね、部屋の真ん中に置いてみたいと思います。部屋の真ん中に置いたらなんか変わるかな。あ、パツパツやっぱなくなった。やっぱ空気清浄機だ。スピーカーがパツパツって言って多分、あ、これここに置いちゃダメだ。そこに置きたいんだよな。なるほどな。なるほど、やはりダメでした。空気清浄機が原因でした。近くに置いたから多分そこに空気が集まっ、ほこりがわーって吸い込まれていくからかもしれないですね。玄関に近いところに置いた方がいいんですかね。空気清浄機、空気清浄機に詳しい方いますかね。空気清浄機なら任せてください。なかなかいない。空気清浄機には詳しいです。ちょっと長くなるけど、ちょっと長くなるけど、トティトゥティ、あ、これ繰り返しなんだ。違うぞ。タンタタタタンタタタタタンタタタタン、こっちが
これ難しいんじゃないかな。タンタンタタンチュ。タンタ。タンタタン。タンタタタ。タンタタタタン。で、OK かな？あれかな、ちょっと長くなったけど、まあ良いか。どこか見やすくしたい、見やすくしたいけど、無理かな。見やすくしたい、工夫をします。こうやって、こうやって、あんまり意味ないな。いや、あんまり意味ないな。123123、こうしよっか。こうかな。同じ。よし、これの方が見やすく、見やすいの大切ね。あとはね、コードが合ってるかどうか。ててててて。多少コード進行は変わったとしても問題はないはず。あ、そうだ、ロミオとジュリジェット、そろそろ届くんじゃないか。あ、そっか、ディズニーとかのね、ディズニー映画とかもちょっといっぱい見たいんですよね。ディズニープラスに今入ろうかどうか今検討してるんだった。そういえば昨日調べてたんですよね。一月990円なんで、一月だけ入ろうかなと。よくそういうことやるんですよね、僕。一月だけ、二月だけとかよくあります。ネットフリックスとか二月だけとか。あ、これ。よし、で、音を。
これつなげてもいいな、ぶっちゃけ。まあいいか。指使いがね、難しそう。難しいなこれ。指変わると難しいから、これむずいね。あ、間違えた。いや、ちょっと難しいね、これ。まあ、でも、だんだん難しくなるのは、そんなもん。これ、ぶっちゃけね、これ、ぶっちゃけ、ここで移動しちゃってもいい気がする。いいねこれ。
した方がいい気もするよね。だからこの3小節をカットしてこっちにつなげちゃってる、に白やと、に白や、結構きれいにつながるんだよね。それか、すぐ繋いじゃうとかね。考えれば、これで繋いちゃおうかな。なんか間一回終わっちゃうとね。ちょっとこれ変だね。これを一回 F7 にしちゃって、7にしちゃって、これ Bb7 にしちゃった方が自然な感じがするよね。タラララThank you.
これかな。どこの下に入ったっけ？ D フラットの下に入ってますな。ここですね。よし、いい感じ。じわりじわりと進んでおりますね。ちょっとね、この後どうするかみたいなやつがちょっとね迷ってたんで、なんかねじわりじわりと進んでて、ちょっとね、この辺からねじわりじわりと進むのはねありです。一気にガーって進めたい欲があったんですけど、この辺はじわりじわりと進めるのありです。どこ行ったかな？はい。はい。ね。こうかな。こうですね。こうで。ちょっと重いね。あ、すごい。やっぱ空気清浄機置く場所変えたらパチパチ言わなくなった。すげえ。やっぱ位置の問題だったんだな。ちょっとどうするかな、これちょっと検討し直さなきゃ。あのね、コンセントがね届かないんですよね。コンセントが届きませんよ、そんな位置まで。困りますね。でも空気清浄機なんて真ん中に置いた方がいいでしょうしね。ちょっともうちょっとねコンセント長めに欲しいですけど、長めに欲しいところだけどな。ちょっとまだコンセントなんとかするしかないな。もう取れないんですよね、コンセント。コンセントあれ買っていこうかな。あの伸ばすやつ、伸ばすやつというか、あの複数あるやつ買ってくるかな。これこの感じだと、この感じだと複数のやつを複数のやつにした方が良さそうな感じがしますよね。そうするかな。そうしないとすごい使いにくい。コードがね邪魔をしてね、すごく使いにくい。あ、ちょっと曲名書いてないわ。よし、じわりじわりと進んできたな。
数字、やっぱこれ管理表なかったらやばかったね、これ。管理表ないと何が何か分かんなくなるから。143まで来たから数字を入れ替えておこう。143で、まだまだ難問はあるわけですよ。もうキーを変えてやるしかないんだよな、もうな。たまたま今ね見つかったからいいもの。だいたいやってるんだよね。微妙なやつが欲しいな。微妙な、まあいいとこで使われてないから仕方がないか。なるべくその曲で使われてるコードはそのままに。あとサスフォーとかかな。サスフォーとかもこのわずかで使われてたよな。あれとりあえずやるか。ちょっとマニアックだけど。ディーブラットセブンってどこでやったっけ。なるほど。ワークソングに切り替えたいね。80番。これワークソングに変えようかな。ワークソングの方がちょっと面白い気がするしな。ててちょっとあのあたりに。あった。あったぞ。で、こいつの前にこうやって。
て入れて、こいつをこうやって1、2、3、で追加で12小節追加します。あ、間違えた。まあいいか。で、こうやって よし。その前にやっぱりね、楽譜間違えてた。よし。で、80の方に飛んで、よし、修正というか曲をわざと変える。どうしようこれ。
て。これにしよっか。たったたかた3連プレイいこっか。本当に空気清浄機逃しただけで音がなくなったな。やっぱなんかあんだろうな。てかやっぱ空気を吸い、ほこりを集めてるとか多分そんな感じでしょうねきっとね。すごいな。おっそ。おっそ。タタンタタタン。ちょっと長くなったかな。
問題は指だな。これ難しいんだよな。かな、ちょっと難しいな。どっちがいいだろうな。聞きにくいよな。これいい曲っすよね。ジャズっぽい。まあ、わざわざこれやる必要ないんだけど。よし。ジャズっぽい。トゥ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 。合ってる。合ってるね。かっこいいね。ナットアダレーだったっけ。
ナサニエル・アダリスね。歌詞は違う人がつけて、あんまりやる必要ないんだけど。この辺は後で一気にやるとして、次どうするかね。キー調するしかないか。タラララタ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 ララとかね。これ難しそうだな。Gシャープマイナーセブンフラットフラットやってんのかな。やってない気がする。オータムリーブスでやってる。キー B で弾いてんのかな。違うな、キー A でやってんのか。これでもちょっとダメだな、曲が。これすごくいい曲だけど難しいね。
どうしよう、ここからどうするかね。コードってね、どれもキー似てるんだよな。だから一応するしかないんだよね。シンデレラだっけ。いい曲ですね。森田さん、おはようございます。今朝5時から田尻漁港にタイ、サワラ、ヒラメ買ってきました。まだ、っていうことは取れたての魚を本日は調理ですかね。あ、すごい贅沢な感じですね。なんかそれ
美味しそう、美味しそう、贅沢なんか。っていうことは捌くってことですか？僕ね、さばきできないんですよね。なんかね、さばきやりたくて、一回 YouTube でアジのさばき方っていうのをね、あの動画見てたことがあります。こうやってこうやって、いつかそういうのできたらいいなみたいな。魚さばけないっすね。でもなんかさばけたりしたいっすね。じゃあまだ生きてるってことはあれっすね、新鮮なやつ、めちゃめちゃ美味しいやつですよね。取れたてってめちゃめちゃ美味しいっすよね。なんか前僕もその農家の友達の家に行って、野菜取ったやつをその場で食べたことがある。その場でっていうか、取ってすぐそこでちょっとした調理して食べたことがあるんですけど、もうそれだけですごい新鮮で美味しいんですよね。新鮮さってやばいですよね。だから一番美味しい調味料って新鮮だったりしてみたいな。取れたてをすぐ食べるっていうね。保存したものを食べるっていうのって多分農耕民族になってからぐらいですかね。農耕を始めたのは1万2000年前でしたっけ、日本って。あ、日本ってか人間が確か。認知革命が7万年前で、ちょっと取れたてとか美味しいだろうな。取れたての魚ってなかなか食べれないですよね、よく考えたら。普通スーパーで買うから取れたてじゃないですもんね。贅沢、贅沢な、あの孤独のグルメに出てきそうな、なんかこのこう美味しい料理屋さんとかは多分そういうなんか取れたてのやつとかパッて出すんでしょうね。寿司屋さんとかはそうなのかな。グルメ番組好きなんですよね。たーたーたー、グルメ番組は良いですな。ジャズ聴きながらさばきます。味は別世界です。もう別世界ですよね。別世界ですよね。本当そうですね。別世界ですよね。あの新鮮なやつ、なんかね、イカ釣りをねしてる、あれイカ釣りだったかな、してる人、あの後輩でいるんですけど、あのよくフェイスブックとかに魚の釣ってるところを上げてるんですけど、あれその場でさばいて食べてるっぽくて、めちゃくちゃ美味しいでしょうね。僕ああいう体験あんまないんですよね。ああいうのちょっとやりたいなとか思います。なんかあれなんかそのままパッて釣るのとかいいだろうな。田倉さん、ジャズ聴きながらさばく、日本の魚は世界一。世界一。いやでもあの取れたては絶対美味しいですよね。取れたては絶対美味しいですよ。あの野菜も取れたてがすごく美味しいんで、魚も美味しいでしょうね。そういえばね、その僕あの料理人のあの友達ってか知り合いがいるんですけど、そのお店も結構美味しいんですよ。で話するんですけど、寿司職人に包丁さばきはかなわないとかってやっぱ言うんですよね。でなんでですかって言ったら、僕らはあの調理をして味付けをして、美味しいものを作るけど、寿司職人の人って魚に包丁を入れただけで美味しくするから、あれはかなわないって言ってましたね。超一流だって言ってました、寿司職人さんの包丁さばきって。あのやっぱりなんか焼いたりとかするわけじゃないし、調味料振るわけでもないので、魚をきれいに切って、それでそれがそのままネタになって出すんで、もうすごいあのやっぱ包丁の入れ方がうまいんですって。僕あんまり知らないですけど、なんかそんな話聞いたことがあります。へーとかって思いました。あんまり包丁って気にしたことないんですけど、あでも凝る人凝りますかね、包丁は。値段はスーパーの、値段ってスーパーの3分の1くらいなんですか。美味しいのに3分の1、それはすごいな。そう、たくさん買っちゃいますね、それ。何やっても美味しそうですね。そのまま刺身的に食べても、刺身作れないですけどね、僕買ってきたところで。さばき方が分かんないんで、さばき勉強しないといけないな。そういうのね、そういうのできるようになりたいんですね。いつかその金子のジャズキャンプっていう会が始まると思うんで、そのうち始まらないかもしれないですけど
最近ちょっとキャンプグッズは別にあんま買ってないんですよね。なんか結局キャンプグッズ全然買ってないんですよね。なんだかんだでキャンプグッズ買わなくなっちゃいましたからね。結局海に囲まれた我が国は大変恵まれています。本当そうですよね。海ない国とかいっぱいありますからね。海に囲まれてるから海の幸は最高。さばき5ヶ月ですけど、5ヶ月やったら割とあれじゃないですか、やり方分かってくるんじゃないですかね。僕さばき0ヶ月です。分からないんで全然さばきできないです。刺身とか自分で作ってみたいですけどね。なんかイカとかさばいたりしてパンパンパってやりたいですけどね。ジャズの本場アメリカは海を見ずに人生を終わる方々も多いですね。アメリカ広いですからね。アメリカは広いんで、真ん中の州とかは結構それこそカウボーイ的な場所も本当にカウボーイっていうか、うん、昔のアメリカのなんかこう拳銃持って決闘みたいな、ああいうようなところもあると思うんで。ただね、ジャズの生まれたとか言って一応言われてるニューオリンズはあそこ港町なんですよね。そもそもね、貿易港なんで海がすごく近いんですよ。ニューオリンズって実はめちゃめちゃ海があって港町で、南部の玄関的な感じに、19世紀ぐらいからはずっと貿易がやってたんですよね。あそこ19世紀には確実にヨーロッパの方と貿易をやってたんですよね。あそこは意外とだから海の町なんですよ。ジャズイコールジャズと海、実は港、ジャズかける港。魚も貿易してたのかな、ちょっとその辺詳しくないんですけどね。そういう情報、ニューオリンズの産業を知りたいですけどね。美味しそう。さばき方がね全然わかんないんでね、切ないことにまるでわかんないっすよ。金子のジャズキャンプだね、やっぱりな。キャンプグッズを買いだめていくっていう予定だったんですけど、結局メスティンとか使わなくなっちゃったんで、メスティン使わないですよね結局ね。弁当箱にはスーパーに売ってるやつの方が便利ってことに気づいてメスティンなくなって、で年末鍋する時のコンロも実はキャンプ用のコンロ買おうと思ったんですけど、高いから結局3000円ぐらいの安いカセットコンロ買っちゃいましたし、キャンプ側に全然いかないですよね。師匠は YouTube ですよ、実に参考に。まあそうですよね、 YouTube 本当便利ですよね。もう学びはその無料でできるので、だからあとは楽しむだけですよね。さばき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 、YouTube 便利ですよね。本当師匠は YouTube って名言かもしれないですね。現代の言葉ですよね。師匠は YouTube、 先生は Google みたいなね、なんかそういうので結構いける。何かをやろうと思ったら本当にねパッてできるようになってきたなってすごく思いますよね。だからこの辺はちょっと使わないことも、どこまでやるかっていうなんかそのポイントですよね。出てくるか出てこないかで言えば、出てくるか出てこないか、ちょっとあと最低限やりたいコードがなんとなくあるんだよな。この辺はなんかやっときたいなみたいな。キー変えてやっちゃおうかな。ジャズキャンプ参加します。あ、ジャズキャンプちょっと面白そうですよね。ちょっと今ね本当にねやりたいなとか思うんですよ。ジャズキャンピングカーとか、なんかキャンピングカーを借りてなんかどっか行って、そこでちょっとバーベキューとかしてちょっとしたミニライブするみたいなやつとか、ちょっと楽しそうだなとか思っててやりたいなとか思いますけど、なんかそういうのジャズキャンプちょっとねやりたいなと思ってるんですよ。そういうのなんかないかなとか思って、
そういうの楽しいと思うんですよね、絶対。あのキャンプしながらジャズ勉強するとかね。キャンプしながらジャズ勉強するってちょっと面白いかもしれない。新しいかもしれない。スターダストがな、難問なんだよな。使わない、なかなか出てこないコード4つも使ってるから。あ、1個はここで使ってるけど、あと3つなんだよな。で、1曲はこれで使うとしたと、2つをどのようにやっつけるかがすごく大事です。難しいんだよな。そう、ここで出てくるやつとかはね、ちょっと使えないんですよね。ちょっとね、困りものです。ちょっとあれしようかな。ピアノの練習しようかな。ピアノの練習したいっすよね。ピアノの練習。グルメ番組とかグルメ漫画多いっすよね。あれってあれですかね、孤独のグルメがやっぱり最初なんですかね。あのいっぱいありますよね。なんだっけ、あのなんだっけ、あれグルメ漫画なんだっけ。あ、いっぱい知ってるのに出てこない、タイトルが出てこない。ドラマ化されてるやつとかいっぱいあるのに、なんだっけ、なんかいっぱいあるのに出てこない。あれなんだっけ、あ、グルメ番組が出てこない。よいしょ、はいはい、グルメ番組が出てきません。ちょっと練習しようと。なんだっけあれ、なんかすごいいっぱいグルメ番組あったのかな。どれもね見ちゃうんですよ。若子酒とかね、あとなんだっけ、若子酒と、あとなんだっけ、あとなんだったかな、若子酒と、なんかいっぱいあると思うんですよね。できなかった、うまくできなかった、うまくできない。ちょっとね、昨日ディズニーの曲弾いたんですけど、なんかちょっとね、悔しい。初見のレベルがまだまだ弱かったので。あ、おいしんぼだ。おいしんぼもね、ついついね、見ちゃう。僕ね、食べ歩きの一番最初は、今ね、食べ歩き、
もう80件近く行ったんですけど、その中でも最初食べ歩きやろうやり始めの時のきっかけみたいなのって美味しんぼなんですよね、確かね。あの青森行った時に美味しんぼに出てる、漫画が取り上げてる、和菓子が本当にお土産屋さんに売ってて、それ食べてから あるんだと思って、それであの浅草の並木そばとかも行くようになったんですよ。そこきっかけなんですよ。きっかけとかそこが最初。おいしんぼとかもね見ちゃいますね。なんか山岡さんがのめちゃくちゃ仕事をやらないんですよね山岡さんの仕事のやらなさ具合はすごいですよね。食べ物を何でもピアノ曲にする矢野明子好き。ラーメン食べたあ、矢野明子ってそんなことするんですか面白いな。そのまんまですね。もうそのまんまですね。なんかね、そのまま、すごい欲望をそのまま音楽に。なんかスイーツを何でもジャズにする人みたいですよ。なんかね、なんか噂ではスイーツを何でもジャズの曲にするっていうね、なんかそういう変わったピアニストが世の中にはいるらしいですよね。全然知らないですけどね、そんな人。誰なんですかね、そういう人ね。誰でしょう、そういうのはね。聞いたことないですけどね、そういう人いるんですね。チョコチョコ、チョコチョコレート、チョコレート、チョコチョコレート。食べ物を曲にするアーティストじゃない人に右でも飲みません。金子さんがいつかそうですね、金子さんは食べ物、スイーツをジャズにするタイプですねジャズにするタイプですね。いつか魚をさばけるピアニストになりたいな。魚をさばけるピアニストいるか、それは。よし、いい感じ、いい感じ。少しずつできるようになってきた。タカ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 、今ちょっとでもまだまだやっぱりね、力が弱いですね。You are my sunshine, タカタン。
ょっと左手休めて。アジとか小さい魚から始めました。ああそうなんですね。やっぱりアジなんかね、昔からアジ好きだったんですよね。なんかあのほらアジってあの家庭にもよく出てくるんで、ちっちゃい頃よくアジ食べてたんですよね。うまいうまいって言って。あれやっぱり魚って美味しい醤油と食べるとさらにうまくなるんですかね。もしかしたら醤油とかこだわったらめちゃめちゃ美味しくなりそうだ。忘れてるな。あ、違う。坂桜さん、漁師のおじさまが何年もかけて練習されリストのラ・カンパネラ弾けるようになった動画すごかったという中には魅力あふれ、あーなんかそれ CM でやってましたね。なんかずっと練習して弾けるようになった、あれすごいっすよね。ラ・カンパネラを練習して弾けるようになるってすごいな。あれアジさばきやすいですよ。富山湾で地引き網に参加して取ったアジめちゃうまでした。あ、そんなことやってるんですか。へえ、あ、参加できるんだ。そんなのあるんだ。やっぱ取ってすぐ食べるのうまいでしょうね。そういうの贅沢だな。そういうのはそういうのがねすごい贅沢な気がするんですよね。現代ではそういうのはすごい贅沢な気がしますな。てんててん、その後はこっちが、あ、こっちか、こっちか。で、thank you.
腕が持たないっすな。腕が持たないっすな。半分持たないっすね。この辺がね、全然持たない感じになってきてる。これちょっと気になるな。左手のパワーがやっぱり弱い。この辺がちょっとやっぱ弱い。内在筋かな、この辺になると。期待が足りない。まあ、てか逆にこの辺を使って弾くようになったのも最近だからかな。スラーだよね。スラーで弾かなきゃいけないから。あ、そっか。あれ？違うな。
手首が合ってないな。そう、こうああ難しいな。細かいところがやっぱりどんどん気になるんですよね。やっていくと、あそこ治ったなと思ったら次ここかみたいな、まあ、そうやって頑張るしかないですよね。でもだいぶ治ってきたかもしれない。これまだ手首は少しずつ治りつつある。ああでもちょっと音が汚くなりますね。でも手首がねこの辺治ってなかったんで、それが治ってきただけでもいい感じ。ちょっとあれだな、手のあれが大事なんだ。なるほどな。やっぱ革命ってすごいな。これ綺麗に出したいな。綺麗に出てる気がしないんだよな。これね、こっちにね。ああ、今出たけど。弱で細身のショパンのどこにこんなにたくさん作曲するパワーがあったんだろう。結核で40前に亡くなってるの。そうっすよね。本当にそうっすよね。本当にそうですよね。
あの人ね病弱だ。まあでもその体がの大きさは確かにあんまり関係ない気はするんですけど、あの筋肉が必要って言ってもピアノ弾く筋肉ってなんか上腕筋がもこってしないと弾けないとかいう感じじゃなくて、なんかすごい細かいところの筋肉がちょっと多いんですよね。指とかに指とか手とか腕周りの筋肉とかで普通の一般の人が使わないようなところの筋肉がほんのちょっとだけ多かったりするんですよね。主材内筋とか主材外筋とかそのあたりの筋肉にたくさんいろんな種類の筋肉があるんですけど、そこが一般の人はあんまり使わないから増えない部分が多いぐらいで、だから多分細身とかは多分いける感じだと思うんですけど、すごい病弱だったからあの人体は弱かったはずですよね。体弱い人だからね、なんかその曲をこれやっぱ病弱とかだったりするとやる気を奪われたりするじゃないですか。あれがやっぱり一番きついと思うんですよね。だけどよく作曲こんないっぱいしたなとか思いますよね。よし、なんかね少しずつ、もうちょっとやっぱ弾き方もちょっとね、じゃあ力のコントロールがまだ苦手っぽいんですよね。コントロールがまだまだ苦手っぽい。今ちょっとね力つき始めなんで、難しいな。マルタ・アルゲリッチ、ショパンコンクール初の女性。あ、アルゲリッチって女性優勝者初なんだ。80歳くらいでまだ現役で丸太みたいな腕してるピアニスト好き。あの人そんな丸太みたいな腕しましたっけ。あ、そんな腕してるんだあの人。そんな腕してるんだあの人。きつい。アルゲリッチの英雄プロネーズ神、世界最大ピアニストなので。アルゲリッチはね聞いたことある、ありますね。割とね若い時の映像も見たことがあるし、最近の映像も見たことがあります。アルゲリ最近っていうか白黒の映像も見たしカラーの映像も見ましたね。で、あの聴き比べとかもやったことがあります。エチュードの1番とかを何人か聴き比べして違いを確認したことがあります。情感たっぷりで弾いたりするなとか。
ポリーニなんかはすごいなんかなんだろうな、自然に弾くというか、結構ねポリーニの演奏はなんだかんだで好きなんですよね。まあでもムキムキじゃなくてもいけるっていうのがのは、まあ、いいところですよね。ただ日常生活に使わないんですよね、ピアノの弾く筋肉って。だから腕がボコッとしてるような人とか筋トレの人とかいるんですけど、あそこまでやっぱりやる必要はないんですよね。普通の筋肉なんですよね。ただ使わない筋肉の部分をちょっと多いみたいな感じだから、そういう論文があるんですよね。ピアニストの腕の筋肉で普通の人とどこが違うのかっていう筋肉を調べた実験があるんですよね。すごい器具、きちんとした器具を使って調べるんですけど、そういう論文があったりするんですけど、あんま変わんないんですよね実はね。ピアニストの人と普通の人の筋肉ってそんな変わんないんですよね。劇的に全然違うんだっていうのは全然なくて、場所によっては実は全然変わんなかったりするんですよ。だけどすげえマニアックな場所だけちょっと多かったりするんですよね。でそのマニアックな場所って日常生活でほぼ使わないんですよね。指をなんかこう広げてこうする筋肉とか、この辺のなんかいっぱいあるんですけど、それが数値化されてデータで出てるったりするんですけど、それ見た時ねちょっとねへーっていうのとなんか軽いショックがありましたね。あんま関係ないんだみたいな、あんま関係ないことはないけど、なんかあんま関係ないことはないけどみたいな。多分こういう筋トレいっぱいしてもあんまり意味はないっていう。あと打鍵が異常に速い、そうアルゲリッチ打鍵異常に速いんで、その辺のねやっぱりなんかトレーニングがすごいできてるんだろうなとか思います。なんかラテン系ですぐ打ち切れて3回も離婚、なんかねラテン系ってそういうイメージありますよね。なんかパワー抜群でパワー抜群で、そういうイメージありますね確かに。この辺とかはね、この辺のなんかね、力は結構ねいますよね。だからいろんなねバランスを他の人よりちょっとだけ多いんでしょうね。別府で毎年音楽祭される新日課さんなので語ってしまってすいません。あ、別府で？別府に来るんですかいつもアルゲリッチって。僕よくポリーニ聞いてますね。でもなんかいろいろ聞き比べするんですけど、なんだろうね、よく悪く言うとポリーニって個性的じゃないんですよね。なんかすごい普通に聞こえるんですよね。だけど普通にするのが難しいんですよね。でもなんかあれ、なんかアルゲリッチでしたっけ、楽譜をもう新しい曲を覚えることがもうできないみたいな話を聞いたことがあるんですよね。もう年だから記憶がしにくいするパワーがないのか、
曲をね覚えるのがなんか大変とかっていう話で、新しい曲をレパートリーを増やすのがもう結構きついらしいんですよね。なんかねそういうのをねなんかで読んだことがあります。まあやっぱ膨大にやっぱり音符を覚えなきゃいけないですからね、楽譜見ながら演奏してる場合じゃないですもんね、こういうクラシックの曲って。なんかそういうのね聞いたことあります。コンチェルトとか弾くとかやっぱり大変だろうな、あれやっぱ覚えてるやつだったらねできるんでしょうけど、だからクラシックピアニストはそういう時ありますよね。昔覚えたやつをちょっと覚え直すくらいは多分できるのかもしれないですけどね、なんかそういうのインタビューでなんか読んだことがありますね。好きなんですね、聞いてみます。名前以外あまり、ポリーニはなんかねよく参考にちょっと、なんか他のピアニストの人たちって色がすごいついてるんで、アルゲリッチにしてもブーニンにしてもいろんな有名なピアニストを聞いたんですけど、なんかね色個性的なんで色がついて聞こえるんで、参考にするとねなんかちょっと偏るかなと思って。ポリーニなんかねよく言えば完璧なんですけど、悪く言うと個性があんまりないように感じるんですよね。でもなんかそういうのがなんか求めてる、私的には金子的には求めてる。だから印象的にはなんかすごく嫌いな人もいると思うんですよね。でもすごいなと思います、ポリーニって。マウリツはポリーニですよね。ショパンコンクールを優勝してその後7年でしたっけ10年でしたっけ、表舞台から消えたんですよね。あのまだ不完全だとか言って言ってさらに研究重ねて表舞台に出てきたんですよね。すごいっすよね、なんかそのやりようが。普通優勝したらコンサートツアーとかでめちゃめちゃお金稼げるの、相当な研究者ですよね。だから完璧すぎてつまんないっていう人はね多いと思います、ポリーニは。聴き比べすると面白いですよ、アルゲリッチとポリーニの聴き比べとかすると面白いですよ。アルゲリッチはやっぱりちょっと情感込める箇所がいくつかあるんですよ。あ、ここの情感の込め方が特に特徴だなみたいなこととか結構あるんですけど、ポリーニはその辺はねさらっと弾いたりとか、ちょうどいいテンポとかでパパって進むんですよね。だからなんかねお手本にはすごくいいんですよね。なんか感情的な演奏が好きだったらもしかしたらあんまり入らないかもしれないですね。完璧すぎて嫌いっていう人も多いですからね。でもまあすごいなと思います、あれ。よくああいうようなピアノを弾くなと思いますけど、ああちょっと腕の使い方がちょっと違うね。だからちょっとねグレン・グールドもそういうところありますよね、完璧主義者すぎるみたいな。なんか椅子の高さを足全部高さが変えれるような感じの椅子を使ってたとかなんかそんなのあるらしい。だからなんかポリーニはね完璧の代名詞みたいになっちゃってるんで、おそらく好き嫌い分かれると思います。意外と世の中に広がってるピアノってものすごく情感たっぷりに弾いてたりするので、まあ、ロシア系のピアニストってめちゃくちゃ情感たっぷりに弾きますけど、ねっとり弾く人もいますよね、ロシア系だと。すごいさらっとするんですよね、ポリーニって。
でその曲にぴったしの感じで弾くんですよ。だからすごく面白くないなって思うかもしれない。皆さん好きなように弾けばいいんですよ。まあそうなんですけどね。クラシックの世界で食べていくためにはやっぱりクラシックファンをうならせないといけないので、やっぱり新しいような弾き方をしないとやっぱクラシックファンの人たちには響かないんだと思うんですよね。何でしたっけ、前聞いたのは日本製品って新発売が多いっていう話を聞いたんですよね。前もちょっとしたことがあるんですけど、例えばビールだったら毎年3ヶ月に1遍ぐらい新しい商品が出るとか、お菓子なんて1週間に1遍ぐらい新しい商品が出てるみたいな感じだったりするんですけど、なんか新発売とか新商品とかにやっぱ弱いんでしょうね、やっぱりね。確かに言われてみれば僕もスタバの最新作出たら飲みに行ったりしますもんね。言われてあれなんか2週間に1遍ぐらい出てる気がするんですよね、新作って。なんかなんだかんだでなんだかんだで2週間に1遍ぐらい出てる気がするんで、結局2週間に1遍ぐらい出てる気がする。新作作るのも大変ですよね。新作好き、言われてみれば新作好き。同じの昔はね同じのしか注文しなかった人なんですけど、最近はやっぱりね常に新しいものばっか食べるようにしてますもんね。お店に行ったりするとそのお店の一番珍しいものとかいう風な注文をよくすること珍しくないですからね。僕このお店のなんか推しありますかみたいな、このお店でしか飲めないものって何かありますかみたいな、よくそういう注文しますね。最近の新発売は藤井風さんです。あ、なんか出したんですか藤井風さん。新発売はやっぱりなんかねついね言っちゃいますよね。なんかドイツとかのビールメーカーってあんまり新商品出さないとかいう噂聞きますしね、実は日本ほど出てないみたいな。まあでも新しいものを求めるのはどこも基本的には一緒かもしれないですよね。日本がちょっと多すぎるのかもしれないですけど、新商品本当にいっぱい出すみたいで、だポテトチップスとか1週間に1回ってが言い過ぎか、2週間に1遍ぐらいやっぱ出てる気がするんですよね、新しいので。
そんなに新しい本当に味って開発できないと思うんで、割とね組み合わせを変えてるだけだと思うんですよね結局。でなんかその電化製品でもそういうのあるらしくて、同じ型番なのに、同じ作りなのに型番変えて2022年バージョンとかって出すとまた売れるらしいんですよね。なんかね空気清浄機調べててそういうのなんか出てきました。全く中身変わってないし性能も変わってないんだけど、こっちの方が新しいみたいな。なんでだろうみたいな、えみたいな。やっぱそうするとやっぱ新しい方をついつい買っちゃうんでしょうね。新しい方なんかいいような気がする。だから新発売されたものの方が前のものよりなんかいい感じがするっていう幻想を多分売ってるんだと思うんですよね。おそらく2015年に発売されたものより2020年に発売されたものの方がいいような気がしますよ。確かにね、電化製品って特にパソコンとかがそうですからね。なんかねやっぱ2015年のパソコンより2020年のパソコンの方がいいに決まってますからね、パソコンに関しては。そういうその時間とともにパワーアップするようなものはそうなんですけど、でも文学とか美術とかはまた別ですよね。2020年のものが一番いいっていうふうには必ずしもならないですもんね。芸術とかね、そういうものってなんかそういうのありますよね。なんか例えばなんかアナログなものの方がいいっていう場合もありますからね。木で作った家がいいとかね、やっぱありますもんね、昔ながらの。なんかそんなのあるでしょうしね。藤井風さんはね、僕もね驚愕しました。すごいと思って、なんか昔ああいうようなエンターテイナーっていっぱいいたんですけど、アメリカのジャズとかアメリカンポップス業界とかにやっぱいたんですけど、ああいうのって最近は専業化が進んでたんであんまり出てこない感じなところに出てきましたね。S 級が2つ持ってるような人、ナットキングコールみたいですよね。ピアノも超上手くて歌も上手いっていう。練習しなかった。ここはできるようになったっぽいんですよね。ここ。間違えた。なんか今日ダメだな。なんか集中が。今日ダメだな。あそこやろ。あれ？古民家で和風ジャズは個人的に落ち着きます。古民家で和風ジャズって落ち着きますよね。
ち着きますね。落ち着きたいですよね。日々ね、落ち着いていきたいですね。バタバタより。やっぱバタバタはね、大変ですよね。やっぱりウクライナ今すごい大変だと思うんですよね。なんか逃げ出してるとか言いますからね、人から。あれ？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 なんだっけ？あれなんだっけ？ちょっとね、分かんなくなっちゃったな。ね、ピコンピコンってやるとこがね、ちょっとだけね、いつもね、分かんなくなるんですよ。確認しようかな。ちょっとニュアンス確認しよう。三拍目ってちょっと手抜き気味に弾くのかな。タッタって弾いてる。このニュアンス分かってないわ。ショパンと言ったら誰だろう。小指のワルツ。あ、畑中さんおしゃべりすいません。練習中頑張ってください、ね。そろそろ終わります。そろそろ終わります。そろそろ終わります。ただちょっと昨日のディズニーの曲をちょっともう一回、いろいろさらいたいので。いやでもディズニーの曲結構ね、知らない曲多かったっすね。なんかディズニープラス入ろうかな。
そっか、指形変えたら場所分かんなくなるのか。オクターブの問題か。
これ三拍子だ。しかもこれ特に難しいな、やっぱり。やっぱ右手の絡みがあるっぽいな、どうやら。頭の中でやっぱイメージが切れた瞬間に分かんなくなるな。まだまだやっぱりイメージができてないってことだな。これはこのイメージを持ち続けるしかないのかな。頭の中にたくさんイメージがしやすいようにシナプスを増やすしかないでございますな。これはただただそれだけの気がするぜ。怖っ。あー、むずいな。
むずい。むずいなこれ。右手と左手のやっぱメロディーとの絡みとか弾きにくい曲はもうどんどんやってみる方が、まあ、テンポが速いとやっぱきついよね。難しいな。つまりここからこれが苦手ってことか。この動きが苦手。難しい。ここに当て。あ、ダメだ。なるほど。苦手ポイントをつけた。おー、外れる。あ、ここは割といけるけど、ここは苦手なんだ。5度からの。なんか分かってきたけど惜しい。ダメだ。自分のこれか。あ、ダメだ、左だ。難しい。ダメだ、どっちも合わないな。
むずいな。できないところを見つけてちょっと面白い。ああ。全然できない。すげえこれ、全然できない。これ苦手なんだ。そういえばね、苦手な感じあったわ。ちょっと目で見ると、見るとそれなりにやっぱ成功率上がる。成功率は上がる。まあいいや、ちょっとダメだ、連続しちゃってもうまくならないから。というわけで今日はそんな感じで、今日も散歩日和なんで、金子のジャズ天気、今日12度、おーすごい暖かい。今日昼間17度まで上がりますよ。めちゃめちゃ暖かい。というわけで今日は散歩日和、今日も素敵な一日を送ってください。バイバイ。今日も素敵な一日を。結構春波、春みたいな感じ、春波にこうちょっとした春なんじゃないでしょうか。これはちょっと、これプレミアプロのあのメールめんどくさいね。
よし、では素敵な一日を。バイバイ。バイバイ。